Podcasts. ぶらりえさし街角散歩、この時間はえさし町の提供でお送りいたします。ぶらりえさし街角散歩、このコーナーではえさしの旬の観光情報やイベント、グルメ、郷土芸能などえさしを丸ごと楽しめる情報を地元の方とお電話をつないでご紹介しています。今週はえさし商工会の阿部幸也さんにお話を伺います。阿部さん、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今日のえさし、お天気どうでしょうか？お天気はいいですよね。そうですね、少し肌寒いんですけども、青空も見えておりまして、はい、商工会の事務所の近くにあります桜の木はですね、満開を迎えておりまして、春を感じることができる天気となっております。今が桜満開なんですね。そうですね、遅咲きの桜ということなんですかね。こちらはそうですね、これぐらいの時期に毎年満開を迎えますね。ゴールデンウィーク中、5月3日は春のいにしえ夢街道開催されまして、こちらもお天気ね、恵まれまして、本当に多くの方がいらっしゃったんですね。そうですね、皆さん花嫁さんを見に来てくださっていて、おかげさまで大盛況となりました。いや、本当に私もニュースの映像で見たんですけれども、皆さん本当にたくさんの方が写真撮ってらっしゃいましたね。そうですね、いや、お天気で良かったです。さあ、阿部さんに教えていただくのはえさし夜市というイベントについてですね。はい、こちらどんなイベントなのか教えていただけますか？はい、えさし夜市はですね、少なくとも30年前から行っているイベントでして、商店街活性化のためにですね、開催しているイベントとなっております。商店街の皆さんがお客さんに楽しんでもらおうと、リーズナブルな価格で商品を提供したり、夜市限定の商品を販売したりしております。なるほど、まあ、30年もやっているってことは、こうやる側も来る側も世代がね、こう2世代になったりとかもしているんでしょうね。そうですね、今年につきましては、このえさし夜市、いつどこで開催されるんでしょうか？はい、えさし夜市はですね、毎年5月6月7月の第3土曜日と、8月一度お休みをいただきまして、9月の第2土曜日に、ホッケ地通り商店街を中心に午後4時から9時の間で開催されております。はい、今年第1回目の開催は、今月の18日となります。今お話に出たホッケ地通り商店街ってどんな場所なのかって聞いてもいいですか？あ、はい、ですね、えさし町には北前坂と呼ばれる坂をはじめですね、いくつか急な坂があります。はい、でですね、町民は坂上の、町を上町、坂下の町を下町と呼び分けているんですけど、上町の中心的な場所にあるのがホッケ地通り商店街になります。これ9月になるとイベントとかもあるんですね。そうですね、9月になりますと、えさし追い分けと呼ばれる民謡の全国大会が開催されております。それに合わせてですね、ホッケ地通り商店街でもイベントを開催するなど、まあ、活力に満ちた商店街となっております。このえさし夜市、きっとね、それぞれのお店が
それぞれご自慢の商品を出されるんじゃないかなと思いますが、具体的にですね、どんなものが出るのか教えていただけますか。はい、私もですね、夜市当日の日にお手伝いさせていただいているんですけども、普段ですね、地元の特産品を販売している町中市場よってけというお店でではですね、1本130円でジャンボ焼き鳥を販売しております、はい、この商品はですね、スーパーなどで販売されている、冷凍の焼き鳥より一回り大きく、多い時では1500本も売れるなど、江差夜市の名物となっております。うわ、これ焼き続ける方大変ですね。そうですね、私焼くんですけど、ひっきりなしに焼いてるような感じですね。これしかも7月とか9月とかだと暑いでしょうから、夜も焼くの大変でしょうね。そうなんですよね。でも人気がある商品なんですね、ジャンボ焼き鳥ですね。はい、はいはい、その他いかがでしょう。そうですね、ホッケ地通り商店街の会長を務めておられる笹並ひとしさんのお店、笹並精肉店さんでではですね、ジャンボコロッケやメンチカツなど、その場で揚げたての揚げ物を販売しており、夕飯のおかずに購入していくお客さんも多数、見られますね。なるほど、こちらもジャンボなんですね。そうですね。なんといっても揚げたてを、ね、食べられるのが幸せですね。そうなんですね、ジャンボコロッケは本当に大きくて、ボリュームもありますし、本当に晩ご飯のおかずとしても、美味しくいただけるような感じですね。じゃあその商店街でもちろんね、召し上がることもできますけど、なんだったらお家に帰って晩ご飯にするという方もいらっしゃるんでしょうかね。そうですね、結構いらっしゃいますね。そうなんですね、いや楽しそう。他にもなんか甘いものもあるみたいですね。そうですね、デザート関係で、言いますと、五勝手屋羊羹で有名な、五勝手屋本舗さんでは、夜市の日限定の五勝手屋まんじゅうを販売しております。こちらの商品はですね、18時からの販売開始となっているんですけども、それより前に、お店の前に行列ができるなど、こちらも江差し夜市の、名物となっております。五勝手屋まんじゅう初めて聞きました、だからこの、ね、夜市でないと食べられないおまんじゅうっていうことですもんね。そうですね、あんこが入っているおまんじゅうなんですよね。はい、羊羹で有名なので、あんこにこだわられているのでとても美味しいですね。へ、おまんじゅう の皮って言いますかね、何色なんですか。白。それは色とりどりっていう感じですね。色もありますし、ちょっと茶色っぽいのもありますしって感じで、見た目もとても可愛らしいような感じですね。じゃあお子さんなんかはこの色がいいとか、そんな感じですね、きっとね。そうですね、はい。楽しそう。なんか今の話を聞いてお腹いっぱい自分だったら食べたいなっていうふうに、ね、思ったりするんですけども、どうでしょうかね、この江差し夜市の楽しみ方、おすすめの楽しみ方も教えてもらえますか。はい、夜市当日はですね、ホッケ地通り商店街、歩行者天国となっております、はい、ですので、テーブル席を用意しておりますので、先ほど紹介しました焼き鳥やメンチカツを片手に、ビールを、飲むのもよろしいですし、1回100円の外れなしの三角くじも用意しておりますので、はい、そちらで運試ししてみるのも良いかなと思います。夜風を感じながら ね、美味しいお酒とグルメを食べて、そして運試しもできちゃうと。運試しも、ね、はい、しかも1回100円って、ね、ずっと多分これ30年くらい、ね、お値段据え置きなんじゃないかっていうぐらいのお安いですね。そうですね、結構小学生の子とか100円玉を握りしめてくじやりたいって言ってるので、いや、いいお祭りですね。はい、安倍さんにとってもやっぱり特別でしょうかの、この江差し夜市っていうのはどんなイベントでしょうか。はい、学生さんからお年寄りまで幅広い年代の方に楽しんでいただいているイベントだと思います。私はですね、江差し商工会で働いておりますが、よく今月の夜市はいつとお電話いただくことがあるんですよ。はい、それだけですね、町民の皆様に、親しまれているイベントだと
イベントだと思っております。ね、安倍さんはどちらかというと焼き鳥焼く方ですのでご自分でお楽しみになる時間はあまりないのかもしれませんね、今はね、はい、だけど皆さんが楽しんでいただいているのが一番でしょうかね。そうですね今月は5月の18日開催ということですよね。はい、まあ、先ほどですねご案内で町民の皆様に親しまれてるっていうお話ありましたけど、もちろんね、それ以外の方もお越しいただきたいんじゃないかなと思います。ぜひですね、番組を聞いているリスナーの方にメッセージお願いします。はい、改めまして、えさし夜市は5月から7月の第3土曜日と、8月お休みいただきまして、9月の第2土曜日に午後4時から9時の間で、えさし、ホッケジ通り商店街を中心に開催しております。当日、ホッケジ通り商店街は歩行者天国となっており、外で飲食できるスペースもございますので、えさし町に観光しに来た際はぜひ足を運んでください。お待ちしております。ありがとうございます。午後4時からですからね、比較的早めの時間にこちらで楽しんで、うん、それからまた例えば函館方向に、ね、帰ってきてもいいですよね、ちょうどね。そうですね、うん、お土産にできるものもたくさん取り揃えておりますので、ぜひ足を運んでみてください。はい、まずは今月は5月18日の開催です。午後4時から9時までということですので、ぜひ江差町に足をお運びください。安倍さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日この時間は江差商工会の阿部幸也さんに江差夜市についてお話を伺いました。ぶらり江差街角散歩、この時間は江差町の提供でお送りいたしました。See you in the next episode.